怪我？風邪？それとも元気そうだし、仮病かな？なんか表情が病んどるよね。ほい！ということで今回もやっていきたいと思います。さあ、春の月6日目。今回も。さあ、今日もハンマーでバシバシ叩いていきますか。なんかどっかの岩を叩いてる途中やったような気がするけど。まあ、順番にやっていくかね。あ、かなり疲れてきたよ。とりあえず今日の、あ、もうまだまだ全然やねん。とりあえず今日の岩崩しはこれで終了ということで、あとはお金になりそうなものをまあ取りに行きますか。てかとりあえず、あ、違う、ちょっと待って、とりあえず魚を釣りに行こうか。送る。あ、そっか、まだあれよね、じょうろとかも別にいらんのよね。送ってで、オッケーかな。こんな感じでちょっとでも魚の入る場所を増やしたい。違う、ダッシュボタンとかがないのかな。ね、めんどくさいね。海に出てまたカジキを釣りに行きましょうか。昼過ぎぐらいになったら静香ちゃんとこ行ってみようかな。昼過ぎ、でも昼過ぎこの間海におったけんな、静香ちゃん。こっちザザン浜辺か。いつ静香ちゃんは働いてるんだい。あ、どうも。あ、話が聞けなかった。ちょ、待って。釣りましょう。来いよ、来いよ。でっかい魚来いよ。カジキがいいです、カジキ。あ、ちっちゃいなぁ。よし！ちっちゃいなぁ。何？アジか。もう一回。でかいのおいで、でかいの。2-3回ぐらいまでしか釣れんのかな。それ以上経ったら、あそこにいたら釣られるぞっていう噂がきっと、魚たちの間で。あー、ちっこいのばっかり。あー、しかも、ミスるっていう。最悪。最悪か。ザザン浜辺の方にも行って釣りやってみよう。どう？来る？2回までかな、もしかして。あ、来た来た。3回はいける。よし、来いよ来いよ。あ、いいか。ちょ、待って、向こう行こう。ザザン浜辺行こう。あっちに行ってカジキが釣れますように祈りつつ。よし、どの辺から、もしかしてこれ海に出るとかできんのかい。ここから釣りをするぐらい。でもこの辺めっちゃ波あるんやけど大丈夫かな。魚やってくるかな。しかも超浅瀬なんだけど、ここ何もやってこないような気がする。もうちょっとなんか波が穏やかで、あ、ジャイアンや、ジャイアン。この辺、資材とかも落ちとるやん。なにこれ？手紙が入っている。ママと喧嘩しちゃった。私がキノコを残したから。だって苦手なんだもん。なにそれ？誰の手紙？しかも、誰に向けて投げたのそれ。なんか洞窟みたいなのある。え？洞窟があるよ、洞窟が。初めて洞窟に入った。え、でもこれここまでじゃない？え、行き止まりやん。なんか、
あれかな、この先なんか行く必要があるようになってくるのか。船虫やないあれ、不気味。この辺なら大丈夫かな。ちょっと穏やか、波が。来いよ来いよ、お魚来いよ。何も来ないような気がする。どこなら釣れるの？なんか釣れる場所決まっとったりするんかな。一応なんか水辺やったらどこでも釣り竿ね、釣り糸を垂らすことはできるみたいなんやけど、どうなの？することはできないんすか？なんかどこかしら、ダメだな。こっちでは釣れないのか、もしや。やっぱりそこから釣るしかないんかな。そう、なかなか釣れんねよね。ちょっと時間置いたけん大丈夫かな。いける？あ、ここほとんど波ないもんね。さあ来い、でっかい魚、でっかい魚。どうよ、全然来ない。時間を空けても一日に釣れる場所、釣れる回数決まっとる的な感じかな。なんかありそうよね、そういうの。あ、来た、でかい。これ結構でかいんじゃない？どうよ、なになになに、タコ、タコや、タコ。ちょっと待って、でもこれでさ、私多分荷物いっぱいなんじゃないかな。あ、ほら、いっぱいや。タコか、タコね。カジキ釣れねカジキ釣れね。ちょ待って、静香ちゃんとこ行こうっと。静香ちゃんとこ行って、帰るぐらいに出荷したらちょうどいいぐらいの時間かな。ほんと？病院はどこかしら、ここだね。ロコットさんの病院。久々に来た。おーい、うるさい、病院の中を走るんじゃない。のび太くんどうしたんだい？怪我？風邪？それとも元気そうだし、仮病かな。なんか表情が病んどるよね。ロコット先生、落ち着いてください。ああ、そうだね。どうしたんだい？病院って何か売ってたりするの？そうだな。体力を回復するドリンクが売ってるよ。もちろん僕の作ったお手製さ。あ、それ一番いいやん、食べ物より。なんだか怪しいな。欲しかったらいつでも僕に声をかけるといいよ。効果は絶対だから安心してね。もちろんそんなものに頼らず体調管理できるのが一番だけどね。まあそりゃあね。こんにちは。あれ、先生おらんやん。これくらい季節が好きだわ。元気？うん、元気です。2階かな、診察中。診察？何上住んでるの、ここに。お日様こそ最高の薬だと思わない？あー、一度この手で調べてみたい。お日様を？それはちょっと無理なんじゃないかな。燃えそう、熱で。さあ、静香ちゃんの働き先にも来られたし、今お金はどれぐらいあるんだ、私。あれ、お金はどこだ？は別に何も頼まれてない。なくね？ん？お金はどこで見るんだ？こっちか。1069。だいぶ少ない。めっちゃ少ない。つらい。ということは、セルーナさんの家。セルーナさんって誰？いまいち名前が覚えきれていないぞ、私。一番近いイベントは14日やったよね。14日までに誰か女の子でプレゼントをくれる人はいるのだろうか。なかなかおらん気がするけど。てかアイテム欄がさ、ちょっと少なすぎて少なすぎてちょっと無理なんだけど、早くちょっと。早くもっと持ち歩けるようにならないかしら。うわ、タコとか全然やん、もう。星半分しかない。0.5 やん、0.5。もう一回釣り行こう。
頑張ろう。大きめの魚、大きめの魚、大きめの魚影が出ますように。え、カジキでかいよね、多分普通にでかいと思うけん。待って、こっちじゃない、この辺からでも釣れるんじゃない。釣れん、釣り竿。でもここは川になるのかな。この辺すごい穏やかやけど、波の感じは。垂らせるってことは釣れそうな気がするけどな。どうよ、何も来ないんすか。来ない。巻き絵とか買ってみる。巻き絵いくらぐらいするんやろ。さすがに1000円はせんやろ。見てみよう。巻き絵をください、シーフィーさん。あれ、どこ行った。おらんやん。カジキ大好きなんやね、やっぱり。ぬいぐるみまで持っとるとは思わんかったわ。とりあえず釣ります、私。じゃあさあ来いよ、でっかい魚来いよ。何か何か来ないな。どれぐらいのデカさの魚影やったらいいんやろ、カジキ。多分、動物の森と同じく魚影で決まるんだと、私は勝手に思ってるんだけど、来ねえ。来ねえ。今日はもうここは終わりかな。自分家の近くの方で。この辺からとか。この辺はできんのや。じゃあ一応投げれる場所と投げられん場所があるってことだよね、ちゃんと。ほうほうほう。あ、シーフィーさん、おりやん。こんにちは。昼ご飯を食べてるより釣りをしたいわね。じゃあしようよ。すればいいと思うよ。なんかアユナ防空場のところの池とか、もともと魚影あったことない。絶対釣れるやんね。まあ、カジキは釣れんやろうけど。ほら、めっちゃ魚影あるもん、ここ。どうよ。こいこい。ねえ、来て。あ、来た。ほらほら。いたー。何が釣れる？ヤマメー。びっくりした。なんか現れたと思った。めっちゃビビリアン、やめて。そういうタイミングで現れるの。あ、待って。集荷に来たんじゃない、ドラえもん。あ、こっちじゃない。こっちこっちこっち。あ、ほらほらほら、来た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 。ちょ、まだ行かないで。あー、まだ行かないで。ちょ、待って、すべて出荷。はい。オッケー、もういいよ。もういいよ。ほら、ここも多分ね、ほら、魚影ある。けん、多分釣れるはずなよね。お、186ゴールド。あ、ちゃんと出てくれるね、やっぱり。ちょっと離れたところ。暗い、見えねえ。でも何かが近づいて。わからねえ。時間帯によっても、あ、そっか。時間帯によっても釣れる魚が変わるって言ったよね、そういえば。よし！ってことは、私がいつも釣りに行きよる時間帯に、もしかしたらカジキが出ないのかもしれない。ちょ、待って。暗いけど、暗いけどちょっと、今、カジキを釣りに行ってみよう。ちょ、待って、行くわ、私。明るい時間なんかな？暗い時間なんかな？てか、光少なすぎない？もうちょっと街灯立てようよ。もうちょっと街灯立てよう。時間帯と、あと天気でも変わるって言ったんかな？今の時間帯どうですか？魚影の確認がしづらいような気がしなくもないけど、でも近寄ってきたらわかるかな。こうやって時間帯が変わったら、もしかしたらまた寄ってきてくれたりとかするのかもしれない。どうよ、何も来ないか。ああ、来ないような気が。こう、
やっぱり一日に出る数は決まっ、あ、来た。なんか来た。よし。なに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 、タコかーい。結局同じものしか釣れんやん。釣らったら単に運ってことかな。くっそー。もう一瞬釣れたと思ってやん。期待させんといて。辛すぎる。さあ、それじゃあ、この2匹出荷して寝ますか。そろそろ。また明日もね。岩を壊しまくって、明日一日でもちょっとできそうないね、全部取り除くの。あ、ザリガニめっちゃいいやん。何 ?3.5? え、超いいやん。家の近くで取るものが一番いいんじゃね。はい、それじゃあ寝ます。ということで、今回はこの辺で終わりにしたいと思います。最後まで見てくださってありがとうございます。よろしければチャンネル登録、グッドボタン、Twitter フォローお願いします。最初から見てもいいよという方は動画の概要欄に再生リストのリンクを貼ってますので、そちらからどうぞ。いつもたくさんのコメントありがとうございます。また次回の動画でお会いしましょう。またねー。ってことで、明日も岩をせっせせっせと崩して何かしら拾って出荷したいと思います。